んーとも山田です。はい、本日もですねゲームウィズのスタジオの方をねスタジオを、お返しで撮影しているんですけどね、ちょっと本編と関係ないことちょっとスタジオがねあのゲームウィズのスタジオってですね利用のお願いみたいなものが貼ってあるんですよ。ラバン、撮影室利用時のお願い、撮影室を使用する際は事前に予約する、機材使用後は必ず電源を切る、配線を変更した際は必ず元に戻す、ゴミは必ず捨てる、はい、爆死しても機材を壊さない、壊したやついるの壊したやつがいるの、ダメだよ、ガチャがあるゲームで爆死したからって機材壊しちゃダメだよ、どこのクリエイターだそのやつ、気をつけましょう。っていうねお話はまあちょっと前置き置いといて、ですねポケモン GO の今日アプリ内およびツイッターやあとは公式ブログですよね、この辺でですね、とあるこう発表がございました。これがですね日本韓国イタリアに割と向けてね、書かれた文章なのかなというような感じでございました。すでにね皆様も見たと思います。僕もですね、まあ、朝の段階でこんな感じかと、あこういう発表来たんだっていうのをね見たんですけども、一旦ちょっと動画の中でもう一回ちょっと、読ませていただきます。3月のゲーム内コンテンツの内容に関して、ポケモン GO 開発チームではトレーナーの皆さんが外出される時にはポケモンを捕まえたりポケストップを回したりして気分転換の助けになれればと考えています。現状では難しいこともありますが、引き続きポケモン GO をお楽しみいただけるように以下のボーナスを3月19日以降も延長いたします。お香半額、効果時間2倍、無料で GO バトルリーグに参戦可能、報酬に伝説のポケモンも登場。また先日ダークライが GO バトルリーグのリワードで出会えるポケモンとして日本時間22時まで登場予定だったのが日本時間21時にボルトロスへ変更されてしまうという問題が発生いたしました。楽しみにしておられたトレーナーの皆様にお詫び申し上げます。今回日本、韓国、イタリアで実施をできなかったダークライやギラティナ、カッコアナザーフォルムなどが登場するレイドイベントは時期を見ていずれ開催したいと考えております。私たちはポケモン GO の楽しみ方はトレーナーの皆さんの数だけあると考えています。これからも世界中のトレーナーの皆さんが楽しくプレイできるようポケモン GO の開発運営を行っていきます。3月後半のスケジュールについては近日中にお知らせしますのでもう少々お待ちください。はい、ということで、まあ、普段のナイアンティックさんがですね全世界向けに発信する、文章とはやっぱりちょっと違う感じのやつが来ました。やっとですね、なんかナイアンティックさんが何を考えててそのイベントに対してどういう風に捉えているのかっていうのが見える文章が出てきたのですげー嬉しいですね。この特にですねその下にある文章なんですけど、ポケモン GO の楽しみ方はトレーナーの皆さんの数だけあると考えていますと。はい、まあこれはつまりナイアンティックさんのスタンスをですね結構提示してくれているなという風に思いました。まあ、イベント全体のことで、行くとですね、今ですね、お香の、効果がですね、こう2倍、まあ1時間ですね、お香を使うと使えるじゃないですか。で、このおかげでですね、例えば家とかでもね、砂集めもそうだし、ポケモンの個体集めもそうだし、経験値獲得とか、しやすくなってるんですよね。僕とか、家帰って結構 GO バトルリーグやる、機会は多かったりするんですけれども、それもやりましたと。よし、じゃあ今日は、あとゆるっと、なんかプレイしようみたいな時は、もうお香をヒュンと投げて、まあ、外ね歩いてる時とかもねおこうヒュンと投げといたりとか、いう風にして結構使う機会が増えました。でこれ19日以降も延長いたしますって、これ決意書かれてないんですよ、終了時期書かれてないんですよ。まあいずれ終わるボーナスだとは思うんですけれども、これっていうのはまあ正直今のね、日本だけじゃありません、で韓国とイタリアだけじゃない、今世界的にですねやっぱりその外出を控えようとかね、そういったいやその流れはやっぱありますので、やっぱ家にね、いてほしいといういろんな各国のね政府がね言ってるところあるわけですよ。だからそういったところの地域の、方でもポケがしやすいようにっていうようなことなので、まあいずれ終わるのはまあその世界が落ち着いてからなのかななんて思いますが、まあやっぱありがたいですね。でしかも GO バトルリーグも無料でできるようになって、報酬に伝説のポケモンも登場、まあ今だったらボルトロスで次とかまた、レイドが出てる地域の、黒卵の中身とかが入ってくるのかなと思いますけれども、あと何よりねこのダークライの件、はい、このね1時間の、まあ、不具合に関して正式な、表明があった、これでやっぱねちょっと落ち着いた方
多いんじゃないかなって思います。うん。まあ、こういった、ナイアンティックさって、もう本当正直な話、なんかそういったちょっとしたね、不具合とかがあった時に、あまりこう発表しないことが、多いです。ゲーム内で特にね。なんですけれども、今回は、やっぱあれはダメじゃないですか。ちょっとしたミスとか、ね、不具合とか、バグとか、だったら全部が全部こうね、まあ、あまりにも多いからっていうのもあるからね、僕は。あまりにも多いから全部が全部別に言わなくてもいいけどっていう思いはあるけれども、やっぱりあれはプレイヤーさんに対して告知してた内容と変わってしまったと、いうようなものがあって、しかも当日はね、それに対して何の発表もなかったので、まあ、数日ちょっと遅れてはいますけれども、これを言ったことによって、まあ、ちょっとね、留飲が下がった方も多いんじゃないでしょうか。で、しかもですね、ここの中に、ちゃんとね、その下ですね、ダークライもギラティナも、まあ、今は開催時期はわからないけれども、いつできるかわからないけれども、開催するというふうに考えてますよと。はい。まあ、これはあれですね。もう結構経ちましたけども、ファイヤーデーがですね、日本の、北海道ですね。はい。こちらではちょっと延期しますと。別の日程でやりますよっていうふうに発表した時と同じで、要は中止ではない。イベント自体はやりたいけれども、その土地、その時の時期ですよね、が影響して、ちょっとポケモン GO をそこでやるのどうなのみたいな、ふうな状況になった時に、延期にしますよと。うん。別の時にちゃんとやりますからねっていうふうな、この一声。この一つの発表。これがやっぱり印象全然違うので、だもうこれだけでも僕は、ありがとうございますと。はい。まあ、わかんない。ありがとうございますって合ってるのかわからないけれども、僕としては、ほっとしたっていう感じですね。まあ、なので、ちょうどですね、今週ですよね。今週末からまた、PVP のね、報酬で、はい。伝説ポケモン、色違い狙えるようになります。ギラティナのアナザーフォルム、色違いもいます。はい。これに対してもですね、焦りがちょっとね、少し取り除かれました。世界と、日本と、韓国、イタリアで時期がずれるだけでちゃんと開催されるという風になっているならば、まあ、そこまで根詰めて、絶対に勝つんだみたいな感じにしなくてもいいのかななんてね、ちょっと思ってます。まあ、PVP を、勝たなくていいやっていうのはまたちょっと違うんですけど、絶対に4勝しなきゃ、2勝しなきゃっていう、気持ちでやるのと、まあ、報酬は置いといて、向き合ってみよう、バトルに向き合ってみようってやるのは、これ全然別物なんでね。はい。僕としては普通に GO バトルリーグ PVP を、自分が強くなっていくのね、ちょっとね、こう実感したい、楽しみたいので、そういったスタンスで今週末もやれるという嬉しさが、今とてもあります。あとはですね、この3月後半のスケジュールについては近日中にお知らせしますので、もう少々お待ちください。はい。この一文ですよね。まあ、これに関してはまあ、いずれまた来ると思ってたんですけども、今週はギラティナなんですけども、来週再来週っていうのがイベントの自粛というものがなかった場合、全世界でですね、ルギアと、どっちだっけ、毎回間違えるんで毎回忘れる、ビリジョンだっけ、コバリョンだっけ、どっちかが出るよね、確かね。毎回、ここだけ毎回忘れるんだけどさ、が、それぞれが新しい技を覚えた状態で、復刻というような感じになっているんですね。で、これがね、だいぶ個人的にそわそわしている。まあ、延期になった瞬間の、に僕が一番気にしてたポイントでもあるんですけども、いや、その技を持っているそのポケモンが、全世界で確定で取れて、それによってこう、ポケモン GO の中のバランスが変わるわけですよね。例えば、GO バトルリーグの対戦相手が、そのルギアとかをね、使ってくると、新しい技を使ってくる。で、こっちはそれを持ってないっていうね、状況になってしまうときついなと思ってて、だから、この3月後半のスケジュールが、まあ、開催なのか開催じゃないのかっていうところももちろんそうですし、開催しないと、日本国内でね、なったとしても、じゃあ、振り替えで別の日程でやるのか、すぐにそのゲットできるけれども方法を変えるのか、今回のようにその GO バトルリーグの報酬なのか否かみたいなね、こういったところの調整がですね、まあ、どうなってくるのかなっていうのがすごく気になるところです。やっぱその僕としてはですよ、僕としてはそのレイドバトル、はい、レイドバトルに挑戦するっていうのって、一回ね、そのレイド、まあ今バトルパスか、バトルパス1個ポッと投げて、それで入って勝った、勝利することで入手するっていうような、そんな感じの、まあ今ね、流れになってるんですけども、今、GO バトルリーグとかもですね、まあ普通の報酬とそうじゃない方でね、まあ変わりますけど、パス投げてね、解放する方あるじゃないですか。バトルパスを消費することで GO バトルリーグに参加しているのだから、そこで、まあ伝説レイドの、まあ、せめてゲットチャレンジまでは獲
定で言っても正直いいんじゃないかなっていう思いはぶっちゃけある。要は参加賞が伝説レイドなん、その伝説ポケモンみたいなね。はい。難易度が下がりすぎちゃってげんなりするっていう人もいるかもしれないし、結果ありがたいっていう人もいるだろうし、あ、これどっちなんだろう、難しいな。よかったらなんか僕の今のこの意見に対してどう思うかちょっとコメントください。で、これやると僕何がいいかって、結構ね前にもお話ししたんですけど、地域格差っていうやつですよね。これがなおのこと埋まるなと思った。いや、まあもちろんレイドの、挑戦回数とかね、そういったものに関しての、そう機会っていうのはもちろんそのジムが多いところの方が多いんですけど、例えば1日まあそれこそ家にしかね、家でしかこうプレイできないような時期に必ずパスを砕けば5000だったらできるみたいなね。はい。ああ、でもあれだなー。いや、今自分に言ってて気づいたけど、それが、こうなんか、前面に出すぎると、ポケモン GO のね、ナイアンティックが、こう、まあ、企業理念としてね、掲げている。まあ、とにかくその人に、もう外に出ていってほしい。アドベンチャーに出ていってほしいんだって。そのきっかけとなるアプリとして、まあ、ポケモン GO だけじゃないですけどね。イングレスもそうですし、魔法同盟もあるので、その理念からはちょっと外れちゃうのか。難しいね。なんかね、ちょっとここからちょっと半分雑談になっちゃうんですけど、結構ね、バトルに関して、ポケモン GO の PVP、GO バトルリーグに関してって、そのナイアンティックさんが掲げている企業理念とのちょっとこうミスマッチ感がね、やっぱり生まれやすい、コンテンツだなと思っていて、バトルってその、外じゃなくてさ、立ち止まってやるじゃん。本来の GO バトルリーグって5回戦って、で、その後にですね、また移動しないとダメじゃないですか。移動して、必ずその、間には歩くことをね、推進するようなシステム組み込まれてるんですけれども、実際バトル中は立ち止まりますよね。しかも、レイドよりもなんだったら長いと思うんですよ。なんかこう、うまく混ぜていただきたいですね。これは、歩く必要があるコンテンツ。これは歩かなくても大丈夫だよっていうコンテンツっていうのが、まあ中にうまいバランスで入ってたらいいなぁなんて思いました。はい、話ちょっとね、戻すと、まあ、今回のですね、このナイアンティックさんの発表内容ですよねっていうものの中に、僕は、ナイアンティックさん側の、ナイアンティックなりの、はい、誠意というものをですね、こう、ちゃんと出すと、こういうふうに我々はユーザーさんのことを考えています。これについては本当に申し訳なかったです。今、皆様が抱えている不安に関しては、今このように考えていますということが文章としてしっかりと載っていたので、僕はすごく、嬉しいです。今、とても嬉しい。はい。またね、例えばそのナイアンティックが今ポケモン GO だけじゃないじゃないですか、抱えてるアプリね。で、いろんな国でね、そのゲームってプレイされていて、すべての国のすべてのユーザーに対して適切な、例えば対応、適切な声をかけるっていうことってものすごく難易度が高いことだと僕は思ってます。まあ、なので、毎回毎回それ100フルで、100で求めるっていうようなことは僕は、まあ、正直この3年以上でこのゲームを見てきて、ナイアンティックという運営さんを見てきて、それはちょっと酷だなというふうには思うんですが、やっぱりね、それでもこのラインは割っちゃあかんよっていうところに行く前に、もしくは行ってしまった時にしっかりとこうユーザーに対して何かこう言葉をかけてくれる、そんな運営さんで、会ってくれることを願いますし、今回のナイアンティックさんは、そういう風になろうと努力している くださっているなという風に僕はとても思いました。まあでもね、いろんな意見あると思いますので、まあコメントするなり、ナイアンティックのヘルプのね、ツイッターとかゲーム内のね、お問い合わせとかそういうのに飛ばすなりっていうのは、各ユーザーさんが僕はしてもいいとは思います。はい。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローをお願いします。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。